いつも熱狂的なファンがいらっしゃるので、そういう方はそういう CD とか LP レコードとかシャツとかを持ってきてサインしてくれっていう、ソフトのパッケージとかですね、そういう方はたくさんいらっしゃいます。まあ、ストーリーがあって、そのストーリーは変更なしですよね。でゲームの方は、常にこう、まあ、プレイヤーの意思によって結構変わってきたので、変わってくるので、ストーリーそのものが変わったりしますよね。でそのそういう意味では、そのゲームのその BGM は何種類も用意されたりだとか、することがありますので、その音楽そのものの、役割が、映画とゲームではかなり違います。